はい、こんにちは、田原です。今日は5月の22日ということで、毎週日曜日お届けしているウィークリー田原をお届けさせていただきます。こちらの動画ではですね、僕が1週間やってきたことの振り返りをシェアすることによって、皆さんのビジネスのヒントになればということでお届けさせていただきます。はい、今日のですねテーマとしては、お客さんは本音を言わないということでですね、お届けさせていただきますが、ちょっとその前に僕の今週のですね振り返りも少しだけしていこうかなというふうに思っております。皆さん、5月もうすぐ終わりますね。早いですね。もう2022年も今中旬にもう入っちゃっててね、もうこれから夏本番っていうふうにもなってくるわけなんですけど、まあもちろんその前に梅雨もありますけどね。早いですね。もう春って本当早いし、皆さんも今年の目標とかっていかがでしょうか。はい、もう忘れたって方もねいらっしゃるかもしれないですけれども、まだですね挽回はねできます。もちろんね、売上だったりとかもそうだし、こういうことをやりたいっていうこともそうだし、いろんな部分でですね、つながりだったりとかきっかけっていうものは作ることができます。ただどういうふうにですね自分たちが動いていくのか、でどんな人とやっぱ出会っていく必要があるのかとか、こういった部分もやっぱ大事だし、あとは時間ですね。僕たち自身はやっぱり365日1日24時間ということで決められた時間というか、もうみんなに平等に与えられたものっていうものはありますが、この24時間1日24時間の中でみんながですねやっぱやっていく中でも、何か新しいことを取り入れようと思ってもみんな忙しいし、あとはもうすでに何かやってることって絶対あるから、何かをこう変えたりとかしないと新しいことはやっぱできないわけなんですね。なので強制的にやっぱりそのやることを変えるというか、ね、やらないことを決めていくっていうこともやっぱすごく大事にもなってきます。僕自身もですねいろんなことをこれまでやってきましたけれども、結構最近はですねギュッとこう絞ってきたりとかしてます。これもなぜなのかっていうところであると、やはりこれきっかけがあるんですね。僕でやってもやっぱりこのこれからやっていくとか、今自分が事業をやってる中でもビジョンがありますし、そのために自分は何をするのかっていうミッションっていうものもあります。これを言語化していくっていうことはですねやっぱりすごく重要だなというふうに思って、皆さんの中でも皆さんの今ビジョンは何ですかとか、なんで今の仕事やってるんですかってことを一言でパッとねこう言えていくと、すごく力強いものにもなってきます。昨日ですね、僕はマーチャントクラブ の本部定例会っていうものにも参加しまして、まあ、毎月1回ね僕がインプットとして勉強しているところなんですけれども、昨日は消費者理解っていうところです、ね、お客さんは本音を言わないっていう今日のテーマもありましたけれども、消費者理解、消費者インサイトっていう言葉とかでもあってですね話を、していました。でそこの中でもですねやっぱ出てきたところで言うと、どれだけやっぱり自分がどんなお客さんに対して仕事をしていきたいのかっていうところ、やっぱりそこがベースのやっぱなってくるんですね。じゃあなんでその人にその人のことをそれなのかな、その人をターゲットにしたいのかっていうことはまず第一として、その次に実際にじゃあその人たちがどんなことを思ってるのか、どんなことで悩んでて、どんなことを解決しようと思ってるのか、これを本当の意味で理解しているかっていうことがすごく重要だよっていう話をですね昨日してたんですね。で潜在意識と顕在意識という言葉、例えば、ね、こういう図とかでもありますけれども、よくありますよね、氷山の一角みたいな見えてるところはいうことがあって、潜在的にお客さんが悩んでること、ね、顕在でも出てるところじゃなくて潜在的に出てることってどうなるものなのかっていうところを深掘りしていくと、まあ、これがまた深いわけですよ、深掘りだけに。はい、で悩みとかを解決するもの、世の中的には今もう物とか商品サービスってたくさんありふれてるわけなんですけれども、顕在化している悩みを解決している商品とかサービスっていうものはもう腐るほどあります。だけれども潜在的に思ってる悩みを解決する商品ってまだまだですね飽和してないわけなんですね。もうドストライクについてるところの悩み解決の商品っていうものはやっぱりなくなってないからこそ、僕たちの今事業っていうものは成り立ってるわけです。でちょっとノートねいっぱい書いたのでちょっとノートも見ていきますけれども、消費者が声にしていない声ですね、お客さんが声にしてない声、お客さん本人自身も分かってない潜在的な悩みとかを代弁してあげるっていうことができると、
ビジネスは大きくなるということですね。で、ちょっとどういうことかということで分かりづらいかもしれないので、昨日もですね、クラブの菅さんがですね、セミナー講師として話をしていただきましたけども、ちょっと例として、ね、2つお伝えしますね。僕前のどっかのメールマガでも書いたんですけど、アリエールっていう洗剤ですね、これは消費者のお母さんたちですね、ママたちにどんな洗剤が欲しいですかとかっていうふうに言うと、しっかりとこう白くなるね、汚れがバッチリ落ちる洗剤が欲しいと。で、今までの洗剤はなんかね、汚れはなんとなく落ちるんだけども、どうしてもね、ついた濃い泥とかは落ちないって、だから真っ白にしたいんだ、そんな風に言ってたんだけれども、これは潜在的な意識じゃなくて顕在的な悩み。じゃあ心の中でお母さんたちは何を思ってたのかというと、こう菌の繁殖とか生乾きの匂いとかが気になる。で、これはあんまりその時とかは言ってなかったらしいんですね。言ってなかったけど、よくよく考えたりとかして仮説を立てたりとかすると、なんかパッとやっぱひらめくんでしょうね、こう生活してる中で、ああちょっと匂うなみたいな、なんか洗濯したんだけど、どうしてもこの洗濯機の匂いが気になるんだよみたいな、そういうポロッとしたことが潜在的なことだったりとかするので、じゃ あそういう商品作ればいいんだ、そういう打ち出し方すればいいんだってことで、今はアリエールとかも、ね、洗濯槽の菌 99% 除去とか、そんな感じで書いたりとかしてるわけなんですよ。でもう一つですね、車のフォード、ヘンリー・フォードさんのちょっと実例もこれ昨日あったわけなんですけど、その当時馬で移動してました。なので目的地に行くまでに早く着きたいと、だから早い馬が欲しいというふうに言ってたわけなんですよ。でもフォードさんはその時に思ったらしいです、はい、別に馬じゃなくてもよくねということで、早く目的地につけるものがあれば、馬じゃなくても代替するものがあればお客さんは喜ぶんじゃないかということで車が生まれたわけらしいんですね。っていう感じで、お客さんはもう本音の部分、本当にこれ欲しいっていうことはあまり言ってなくて、ポロッと言ったりとか、ポロッと出てくる言葉だったりとか、なんか何気ない時とかですね、あとはこういうことで、ここが本当は悩んでんじゃないかってこととかを僕たちが代弁して商品サービスに形にしていくっていうことができると、ドストライクでハマるっていうわけなんですね。なんかいろいろとこの消費者理解っていうことを考えるとですね、めちゃめちゃ深くて、はい、なのでですね、なんか面白いなって思いますね、ビジネスって。で、あとなんかインサイトの、消費者インサイトの考え方の中でもう一つありました。なんか友達とか大事にしている人が欲しいプレゼント、ね、誕生日プレゼントとかだったら何欲しいとかっていうことで、じゃあ例えば財布が欲しいとかってなってくると、じゃあ財布買いに行こうって言って財布買ったりとかプレゼントするのはいいけれども、その人が欲しそうなものをプレゼントする、でこれ欲しいって言ったら、それはもう潜在っていうのは顕在、もう見えてる部分で、あ嬉しいありがとうって思うけれども、うわーすごいっていう風に感動するものっていうのは、やっぱりその人が欲しそうなものを想定して、で喜んでもらえそうなものをこうプレゼントするっていう、そういうなんかいろんな部分があって人は感動するわけなんですね。だからよく感動させようとかってよく言うと思うんですけど、こう今僕これ自分にも言い聞かせてるんですけど、お客さんの悩みだけを解決するっていうのはそれ、ね、表表面上の喜び、でも本当にお客さんが喜ぶとこってどこなのか、売上アップ、実はそうじゃないかもしれないです。自分のやれたっていう風な自己成長のね、そういう欲求だったりとか、社会的になんか自分が何かできた、ね、役に立ってるっていうそこの気持ちだったりとかするかもしれないです。だからそういう部分で表と裏側にあるものね、内側にあるもの、それがどんなものなのかってことを考えることによって、深くね、僕たちはいろんなものは考えれるようになるし、お客さんとももっとね、こういい意味でこう深く付き合うことができるんじゃないかなっていうふうに考えております。なんかそんな部分でね、いろいろと考えてるとすると、なんか面白いなと思って、今ねちょっといっぱいなんか書きました。はい。で、昨日なんかそういう消費者インサイトの話とかいろいろしていく中で、この僕セミナーね3時間あってたんですけど、その3時間のうちに一番最後の10分くらいでちょっとね、ふと振り向いたこと、なんかな、
思ったことがあった、分かったことがあったんですよね。それ何かというと、自分のね、そのなんか自分が導きたい人の軸っていうのが、なんかね、あ、こういう人なんだな、やっぱり僕が手助けしたいというか、いっぱいね仕事一緒にしていきたい人っていうの、それどういう人かってことをちょっとお伝えすると、ですね、お客さんのために自分の知識や経験スキルを使って役に立っていきたい人に僕は役に立っていきたいなっていうふうに思ったんですね。でもそういう人たちもいろいろありすぎてよくわからんとか、でも絶対自分に合った方法がある、ね、必ずあるっていうふうに思ってる人、そう思ってる人に、いろんな企画の、ね、切り口だったりとか、いろんな収入の作り方、こういった部分を僕自身の経験を通してお伝えしていくっていうことが、僕の中でもなんかミッションなんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。なんかね、こういった部分も昨日いっぱい3時間ね、いろんな部分がもっともっと学んだことたくさんあるんですけれども、僕がね一番最後にスパッとね、なんかこう降りてきたことが、この自分が導きたい人の軸ですね。皆さんの中でもこう導きたい人の軸ってどんな人でしょうか、どんな人が中心にあるでしょうか。なんかそういった部分を考えていくと、そういう消費者理解っていうところもね、すごく深掘りされるんじゃないかなというふうに考えましたので、まずはね、やっぱどんな人を導いていきたいのか、これをまず考えていく時間にするとすごくいいんじゃないかなと思います。そうすると、あ、ここかもしれないっていうふうに思うし、あ、じゃあこんなふうになってもらったら喜んでもらえるかなっていうようなことが、アイデアがね出てきたりとかするんじゃないかなっていうふうに僕は信じております。はい、ということでね、今回のウィークリータファラーはね、ちょっと熱くなりましたけれども、以上となります。で、最後にちょっとお知らせですね。僕がやってるマーチャントクラブの福岡支部というね、ところが、第25回、今月で25回目の定例会を迎えます。今月は本部のね、工藤さんを迎えて、インスタグラムの運用セミナーということで行います。みんな SNS ね、Facebook、インスタ、Twitter、YouTube とかいろんなものやってるかもしれないですが、やっぱインスタってね、今すごく影響力あります。ただ、なんかどう使えばいいか分かんないとか、今更ちょっと聞きづらいなとか、アカウントあるんだけどね、ちゃんと動かせてないなっていう方のためにですね、僕自身がこれ聞きたい内容でもあるので、インスタね、ぜひぜひねやってみていただければと思います。実際に今回の工藤さんもインスタをする前にやっぱり違う SNS とかもやってたみたいです。で、そういった部分でもうまくいかなかったことからインスタに切り替えて、で、さっきの消費者理解の部分も考えた結果、初月、2ヶ月目、3ヶ月目っていうことで結果も大きく、ね、出したりとかされてる方です、ね。自分に合った SNS っていうものはね、やっぱりそこもあります。だからこそ僕も今 YouTube 使ってるし、ね、違うものもね、あったりとかするけれども、YouTube に毎週1回投稿してるっていうものがあります。皆さんでも絶対そういうふうにスパッとハマるものがあります。そのためにもまず一つ、インスタっていうものをね、勉強したりとかしていって、僕のマーチャントクラブの福岡支部はこういうウェブ関係の話をして、皆さんにね、合った方法、それをバシッとね、ハマるまで、ね、学んで、そして実践していっていただけるような、そういう環境にしてますので、ね、25日の水曜日、16時からということで、夕方にあります。ぜひともですね、皆さんにも来ていただいて、参加ね、していただいて、一つでいいので、ね、持ち帰っていただきたいなというふうに思っております。はい、ではちょっと長くなりましたけれども、今週は以上となります。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。今日もね、午後からもね、頑張っていきましょう。そして休む方はゆっくりと休んでいきましょう。ではバイバイ。